だいぶね、もうこんなんでさっき走っちゃダメだよっていうぐらい茶色いね。エンジョイルかこれ。整備士を諦めるなレソリューション始まりました。メカニ TV、 今日はまあ私の食券乱用中ですから。なんか産後まあ買っても3年半ぐらい経つし、まあ、サーキットも2回ぐらい走ってるし、あそろそろまあブレーキフルート変えたいなと思って、まあ、エンジンオイルとかミッションオイルとかデフオイルとかはまあモティーズさんにいろいろいただいてちょくちょく交換したりしてるんだけど、それブレーキフルートってなんかやってないなと思ってふと思って、それでこの前ラッピングしてもらった時なら山口さん、 D1GP の選手の山口さんにそういえばフルード交換したいんですよねみたいな話をしてたんだよね。したらあいいフルードあるよって言われて今回いただいちゃった TCL アドバンス、 TCL アドバンス高そうな高級そうな、でもこれね、まあ、正直 TCL っていうのは私聞いたことなかったけど、GT とかにも使われてるフルードで、まあ、その山口さん自体もね、シルビアで D1GP 出てるんだけどそれで使ってるらしい。めちゃめちゃいいです。産後でも使えるんですかって言ったら産後でも大丈夫ですよ、まあ、大体規格があって、まあ、普通の車はドット3ってやつで、まあ、ちょっと高級車とかになるとドット4ってやつがあって、産後になるとまたそのドット4はドット4なんだけどまたちょっと違う企画と言いますか、まあ専用品ですよ、まあ、専用で特にこの3号は、エンジンオイルもミッションオイルもディーラー以外で交換したらもう保証が効かなくなるという、まあ、でも私は中古で買ってるので保証も何もないので、大体そのミッションとかオイルはこれを使ってくださいっていうのが、高級車の場合はそういうのが多いよね、もう専用のこれを使ってくださいじゃなきゃ保証が効きませんっていうのがあるんだけど、まあ、違いは何かって言ったらなんかまあ沸点の違いなんですよ。普通に走ってたらそんな熱くならないブレーキって、その沸点って沸騰する温度ね、そのブレーキフルードが沸騰する温度までブレーキなんて熱くならない普通、その沸騰する温度がもう水なんかよりは高いから、水は100度とかでしょ、それより高いんだけど、ドット4になるとその沸点が上がるからより耐えられる暑さに、それがこれだとドライで327ちょっとすごさがよく分からないんですけど、まあ、327度にもなることはないんだろうけど、まあ、スーパー GT とかになっちゃったら富士の1コーナーとかで300とか行くのかな、行くのかな、行くのかな、分かんないけど行くのかな。じゃあ普通の車でドット3を普段入れてます、それでサーキット行ってこの沸点を超えちゃったらどうなるかっていうと、沸騰しちゃうから中に水みたいな、水蒸気みたいな、その水がね入り込む状態になっちゃうわけよ。そうするとブレーキの効きが悪いとか、なんかいろんなことが起こるのね。沸騰した時は水じゃなくて、まあ、水というか気泡、まあ、そうそう気泡が出てまあそうフェードする、うん、だからまあ細かいこと言うと、まあ、適温してないとそういろんなブレーキの効きが悪くなったりとかするからちゃんとしたの入れよう。メカニ TV を毎日ちゃんと見てくれてる人はまあ最近ユリアがスタッフの車でブレーキフルード交換してたら高いと思うんだろうけど、まあ、これは私の食券乱用シリーズなので、まあ、メンテナンスとね、産後のメンテナンスということで、まあ、ちゃっちゃっちゃとね、まあ、ユリアがね多分詳しく説明してくれてると思うんで、ちゃっちゃっちゃと、まああの時レガシーだったから、まあ、レガシーと産後の違いとかをやっていこうかな。メカニック TV、まあ、あれだわ、新品のエンジンオイルかみたいな色してるわ。だいたいブレーキフルード透明、まあちょっと透明にクリーム色っていうか、まあ、ちょっと黄ばんだ透明みたいな、だいたい透明なんだけど、まあ、エンジンオイルみたいな色してる。どうしてこうなった、車体と同じ色。よくないですね、これと同じ色。よくないですね、よくないですね、劣化してますね。まあ、あとまあブレーキフルードはさ塗装が落ちちゃうぐらいちょっと強力な液剤なので、ゴム手袋とかあとこういうとこについちゃったらすぐパーツクリーナーで拭いた方が、まあやっていこうか、はい、まあ一応
順番で言うとこのパイプの長さがあるわけですよ。このマスターからキャリパーまで行くパイプの長さがあって、それが一番長いところからスタートするっていうのがベースなルールですね。なぜかっていうと途中でエアーとか入っちゃうとめんどくさいから一番遠いところからやっていく。で、大体右ハンドルの場合は左後ろが一番遠い、ね、なので左後ろからやる。で、ここが空にならないように、こっからエアーが入ったらもう超めんどくさいから、大体あのこのポコッと刺すやつがあるんだけど今ここにはないので、でもこれをなるべく綺麗にしたいからいきなりこう足してたらなかなか綺麗にならないので、まあ、まずこのミンぐらいまでは抜いちゃう、左後ろ。私はね、あと注射器ありますよ。本当？はい、そうね、スポイトみたいなのがあるんだったらまず上からちょっとギリギリまで抜いちゃって足してった方がより綺麗になるかな。まあ、まずは、あ、茶色いっすね。めちゃめちゃ茶色いね。え、レガシーこんな茶色くなかったの？もうちょっといい色でした。マシな色してた。はい、あ、だいぶね、もうこんなんでさっき走っちゃダメだよってぐらい茶色いね。エンジョイルかこれ本当ですね最近の軽自動車のサラサラのエンジンオイルかみたいな0W8 みたいなこのぐらいしか吸えないわ、ね、ホースがちょっと太いのでこれ以上は吸えない。まあ下準備としてはこんぐらいかな。まあ、大体は2人作業でやった方がいいかなとは思うんだけど、一応今回あるのがワンウェイ、yes. 私がね普段働いてる工場は実はですね、上からこうブレーキフルードがホースで出てまして、エアーも一緒に出してくれてて、 あそこにいい感じのエアーをかけてくれるので、これをキャリパーにつけて緩めるだけでもブレーキを踏まずにこうフルード交換してくれるという、とてもありがたい。その間にエンジンオイル交換したりとかタイヤエア見たりとかしてるのね。だから久々ですねこういう私いい工場で働いてんだなって一応そのブリードっていうのかな、うん、舐めやすいから六角があるなら、まあ、今回これ12角だけど六角があるなら六角でやった方がより安心で、レガシーにはなかっただろう表に忘れちゃった。大体裏だと思いますね。そうですね。だから正直産後はタイヤ取らなくても攻めれたで、リアは4つピストンがあるね。で、だからまあ、繋がってるよ。ブレーキフルードあそこからしか来てないからこう繋がってるけど、より綺麗にするために表に一箇所、大体普通の車にあるこの裏に何もあるんだにも一箇所なので8箇所ありますねこの車は。レガシーのリアなんてピストン1個だからね。レガシーこのこっち側にピストンなんてないから普通の車。レガシーのリアはピストン1個ですよ。そりゃそうですよ。普通の車この表側にピストンなんてないんですよ。大体こういう爪こういう、そうです、そうです肩持ちですよだからこの裏側にしかないんですけど、産後の場合はピストンがリアはこうフロントは3 3 3ってあるからこっちにもある。でこれ開けすぎたら踏んだ時にこっから出てくるから嫌なの私は。だからブレーキが硬かったとしてもあんま開けない派で、あとこれは瞬発力で開けてください。グググググってやるとまあ舐めったりするけど叩いて開けた方がぐらいかな。スタッフに踏んでもらう、これワンウェイだから一人できるんだけど、せっかく踏んでもらうからいつもの掛け声でこうやってやるんだよっていうのやってみるわ。ああそうですね。で一回先輩とか誰かに乗ってもらいます。開けます。見っぱなしお願いします。はい。これが恥ずかしかったんだよなぜか。整備士を諦めるなレソリューション。